京都の中心部、四条烏丸エリアにありながら、江戸以来の大店の構えを今に伝える京町屋、杉本家住宅。江戸時代に熟成された京大工の技量が遺憾なく発揮された建造物です。大屋根の吹き替え工事を前に、普段は非公開の内部、町屋を守り続ける当主の思いに迫ります。こちら京都市の中心部、四条西の洞院綾小路まで下がったところにあります。国指定の重要文化財、杉本家住宅があります。去年の12月から大屋根の吹き替え工事に入っている杉本家住宅、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お話を伺ったのは、築152年目の京町屋杉本家住宅10代目当主、杉本節子さんです。お願いします。工事直前、特別に中を取材させていただきました。1864年に起きた源氏の大火により焼失しましたが、1870年明治3年に再建され、現在の杉本家住宅の姿に。焼け残った土蔵3棟と合わせて、平成2年には京都市指定有形文化財、そして平成22年には国の重要文化財、翌年平成23年には京民家の庭として初めて国の名勝に指定されました。建物は京町屋という建物の中で、表屋造りという、そういう形式の建物なんです。それで、京町屋と言いますとね、うなぎの寝床というふうに、いうあの建物をが、一般的な特徴と言われますけれども、当住宅の場合は、あの間口が少し大きな、30メートルほどあるんですけれども、あの規模の大きなあの京商家京町屋とあのいうあのスタイルなんですね。台所などもやはり、かまども大きく構えておりますし、雇っている人たち の家族 の食を賄っていたというような、そういうような姿を、今に伝えている建物ですね。杉本家は1743年、時は江戸時代の寛宝3年、奈良屋の屋号をもって烏丸四条上がるに呉服商を創業し、1764年明和元年に現在の地へ。京呉服を仕入れて関東地方で販売する、いわゆる他国棚持ち京商人として繁栄しました。京都の呉服屋でございます。で、呉服物いろいろ、現金、かけねなし、江戸時代のドラマなんかでよく出てくる、あの屋根看板。なるほど、そのほんまもんが、はい、はぁ、分厚い。一応ここまでに止めてるんですけどね、普段公開しているエリアに加えて、非公開の場所も今回特別に撮影させていただきました。これああ、奇変に久しいと書いて、だからちょっとその末広がりの、ちょっとめでたい字に作り変えてるんですよね。物心の厚さというのがこういう窓の中にも非常に特徴的であるというふうに言われています。石が敷き詰められてます。そうですね、これもあの西本願寺に北の舞台というあの物の舞台が、ございまして、その周りにあの黒石が敷き詰められているんですけれども、それと同じ種類の石を、敷き詰めまして、仏の庭ということで、特別にあの作っているもので、この石を裏表洗って、洗って、で一旦この横に洗い上げて、石の下にもあの泥とかいろいろな汚れがありますので、それをこうデッキブラシできれいにこう洗い清めてから、もう一回このように石を並べるんですね。綾小路からあの四条にあの
こう抜けている紅薬の厨子というのがね通ってまして、でこ の, あの西の塀の向こうがその紅薬の厨子が通っております。うさぎさんがこうちらっと見えると和みます、ね、そうですね。こちらのお部屋は、はい、ね、あの綾小路通りに面している部屋でね、ええ、まあ競合誌がはまっている部屋ですね、はい、こういう格子になっていて、はい、一応この隙間から外の様子は伺い知れるんですね。家の内側からはものすごくよく見えますね、これ外側からは見えないですか？あの本当にあの隙間が本当に狭いので、あのほとんど見えません。この電気をつけててもね。昔の人の知恵ですね。そうですね。大工さんの。ですから外から見たら割とそのひっそりとしているようにね、京町屋って見えるようでいて、まあ、家の内側では割とその人が外の気配を、まあ、よくあの分かってるっていうんでしょうかね。ですから意外とやっぱり京都の人は知らんとこからよう外のことをあの見てるちょっと怖っと思いましたけども、あると思います。でこちらが台所ですね、はい、奥戸さんといういわゆる、そうですね、奥戸さん、はい、かまどがたくさん、はい、この下のね、履物を履いて移動するこの空間は走り庭というふうにね言って、まあ、これがその京町屋の中では、まあ、通路兼作業場っていうんでしょうかね、ここが走り庭っていうんですか？あ、そうですね、ここ、はい、ここ、はい、ここか、あの地べたの部分というか、はい、この人が動くですね。これ実際に今も使われてたりするんですか？でね、このかまどはね、あのもうその薪をくべて使うっていうことはもう60年も前にはもうやめているんですけれども、あのガス管を通して使えるようにしてまして、で、まあ、ここでたまにご飯炊いて、あのお茶漬けの会をしたりとか、まあ、見るだけでなんか美味しそうなんですよね。そうですか。それでこの上の部分はね、火袋っていう風に言うんです。火袋、はい、まあ、この小野さんから上がった熱気を、まあ、こもすところ、あのでそれで一番この上にちょっと四角く明るいところがありますね。あ、あります、はい、そこがね、この屋根の三角の頂上っていうの、この壁際見たらこう三角になってますでしょ、でその一番てっぺん、屋根の一番上ですね、に小屋根が開いてるんですね。あ、それでこの明かり取りのね、障子ですね、こう高窓なんですけれども、ロープでこう開けます。ああ、開いた。開けるようになってまして。引っ張ったら開くんですね。はい、この滑車がついていましてね。工夫が。ちょっと上がりたいと思います。こちら結構急なんですけども。お、明かりが。足元もね、狭いんでね、つま先立ちみたいな、はい、首輪のね、狭い。本当ですね、足の裏の半分ぐらいしか、ほんとつま先ぐらいしかかからないですね、この階段。で、ここがね、その2階の大屋根の、はい、この空き口で、ここはもともと日の宮櫓っていう櫓があったんですけど、今はもう櫓がね、もう朽ち落ちてしまってないんですけど、ここからは京町屋を守る思いについて伺います。今京都の街中を見てもその、まあ、パッと見た感じは町屋なんですけど、はいはい、まあ、ホテルもたくさんできましたけど、はいはい、そのあたりで町屋の存在って何なんだろうなっていうのをちょっと思ったんで、そうですね、でそれであの、まあ、そのコロナ禍になる以前はね、もう本当にあのオーバーツーリズムって言われるぐらいあの観光の方も多かったですし、あの街中ではあのホテルもね建築も進みましたし、まあ、それと同時に町屋の民泊
かっていうのがね、非常に多くなりました。まあ、そういう京都らしさが残っていくことっていうのはなくなるよりかはもうそれはもううんといいんです。でいいんですけれども、ただその使い方がね、やっぱりそこでその暮らしを営むということとは全く違う使われ方になってしまうということは、そこにはそのいわゆるその残すべき生活文化、暮らし の文化っていうのはやはりもうないわけですよね。ですからそれについては非常に残念に思っています。まあ、何かなすべきことがあるのではないかなとは思いますけれど、なかなかうまく手段というのが見つからないかなというような、それは何かちょっとこう悩ましい気持ちでいるということはありますね。京都市の文化財になって、でそしてまたさらに国のね重要文化財に指定されるということで、やはりその常々の維持管理といいますかね、目配りをねやはりしなければいけないという、なんかそこら辺は自分とこのうちとこっていうその気楽さということからすれば、やはり緊張感を伴うことではあると思っています。手入れといいましても、はい、これだけの広さになるとものすごく大変かなと思うんですが。そうですね、ものすごく大変です、ね、腰も痛いですしね、何人がかりでそのお手入れを。二人がかり二人私と妹が基本的には二人でやる広さじゃないですもんねそう思っていただけますか、ものすごく頑張っていると思っていただいたら嬉しいですそれでも私どもにとりましては、やはり生まれ育った家でやるっていうそういう愛着ですね、でそれとあとは父や祖父っていうのは顔も知ってる、声も聞いたりっていう実際に実像を知っている先祖になるわけですけれども、そうしたことを全く知らない、顔もわからないようなね、江戸時代の先祖の歩みといいますか、営みといいますかね、そうしたことが今この家が目に見えてあり、でそして私もここに生まれ育って今今日あるということを思いつつ、ご先祖さんに何かこういろんなこのことを思いながら言葉を勝手にね交わしながらといいますかね、やっぱりそういう時間なんですね。庭を掃くとか家の中を掃除したりするっていうのは、その時間を持てることをやはりありがたく思うっていう部分もありますね。何かこう何ですかね、自分のルーツと向き合う時間というか。そうですね、はい、まさにそうだと思いますね。今回はここまで。次回の後編はついに始まった大屋根の吹き替え工事の様子、杉本家の習わしが記された古文書、そして哲学者梅原武さんが京都で最後の文人と評した父故秀太郎さんの書斎にもカメラが。心の中には脱町屋みたいなこともね、あって、料理研究家としてのもう一つの顔、そして10代目当主に至るまでの思いに迫ります。